レフカダ県、ギリシャ共和国のイオニア諸島地方を構成する行政区の一つ。レフカダ島と近隣の島からなる。県とはレフカダ。レフカダ県に属する主な島々は以下の通り。レフカダ島はイオニア諸島地方のほぼ中央部に位置する。レフカダ島東北端のレフカダ市街付近から本土に向けて伸びる差しがあり。 この上を走る道路と橋で本土と結ばれている。レフカダ島の東南側にメガニシ島、カラモス島、カストス島やその他の小島所が浮かぶ。なお、カリクラティス改革以前の制度ではギリシャで最も面積の小さな県であった。人口3000人以上の都市、集落には以下がある。 レフカダ島以外の島には1800人ほどが暮らしており、県の人口の約90%はレフカダ島に居住している。レフカダ島の東北端に位置するレフカダは最大の町であり、県人口の半分がここに集まっている。このほかレフカダ島東岸に二度り、南部沿岸にバシリキ、北部内陸にカリアなどの集落がある。メガニシ島ではカトメリア、 スパルト堀、カラモス島では、カラモスがそれぞれ大きな集落である。レフカダ県レフカダ県は、以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。レフカダ県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのレフカダ県は、以下の8つの基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する。 行政区となっている。下表の番号は、渦と対応している。旧自治体名、ラで印を付したものは木のィタそれ以外はリモス。成長所在地、ランで太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。バシリ機構レフカダ市街を呼び、レフカダ付近の差しからは、橋が架けられており、本土と結ばれている。県内には、空港はないが、 レフカダ市街から東北へ約 10km ほどの距離にあるアクティオ空港が空路でのアクセスに用いられる。ありがとうございます。